こんにちは、こんばんは。本日の商品紹介はシャーボ X の SL3 という商品の紹介です。でこちらカラーホワイトになります。定価が3000なんかな。で Amazon では1900いくらか、白だけ1900いくらで、シルバーとかは1600円台な、1700円台とかなで売ってる商品になります。で全体的に見ると白塗装でめちゃくちゃかっこいいですね。実はシャーボ X 自体そんなに興味がなかったんですけれど、これメルカリで1000円で購入してみました。で、ちょっと興味あったんですけど、なかなかシャーボ自体には手が出ないっていうか、まあちょっとお試しで購入してみました。で中身なんですけど、こちら 0.3mm のシャープペンシルの SBX シャープ武器工と、それから 0.4mm の赤ですね。それから緑、エメラルドグリーンかなを購入してみました。ちょっと開けてみましょうか。エメラルドグリーンとレッドと からシャープは 0.5mm も売ってましたけど、まあ一応あえて 0.3mm。 だからボールペンのリフェルに関しては 0.7mm とかも売ってましたね。回してこの白がちょっとかっこよくて、まあちょっとこれ今回お試しで、シャープビブか、これがここに刺さるのかな。で残り2箇所、おっ、なんかいい感じで刺さりますね。よいしょ、このキャップ取っとくかな。で中身が装着された状態です。回転繰り出し式になりますね。1のとこでシャープが出てノックされると芯が出るという形になっています。で2がエメラルドグリーンで、3がレッドで、1がシャープペンシルという形。これどっちも回るんや。ここ押さえてここ回すと取れる、外れるって感じになってますね。うん、ちょっとなかなかかっこいいですね。芯のぐらつきも少なくてすごくいいという評判やったんで購入してみました。これやったらまたちょっとシャーボシリーズも何本か購入してみてもいいかなとは思っています。限定カラーとか出てるんで、またちょっと探して購入してみようかな。で、このシャーボ X シリーズっていうのは、基本的にはこの3本入る、シャーペンプラス2色というシリーズと、シャーペンプラス3色というシリーズがあって、で、値段も3000円、あ、2000円もあったかな。2000円、3000円、5000円、8000円、1万円。かな。それと、まあ、ちょっと見で見たんですけれど、スターウォーズシリーズみたいなのがなんか、何本かセットで5万円、5万何本とかっていうちょっとびっくりするような値段で売ってたりとかしてたんで、まあ、そちらちょっと購入することはないとは思うんですけれど、これはちょっとかっこいいなとは思います。シャーボーも、まあ、パッと見とか、まあ、ちょっとおじさん臭いかなとか思ってたんですけれど、思ったよりもカジュアルでかっこいい商品ですね。またいろんな商品紹介していきたいなと思ってますので、よろしかったらチャンネル登録お願いいたします。ご視聴ありがとうございました。